こんにちは。頑張りすぎての社員へファッション発信しております京子です。本日はジーエさんに来てます。イエーイ。いつもありがとうございます。ありがとうございます。みやこも、来てくれておりますが、 GU さんの秋冬でございます。だいぶね、雰囲気が秋冬バージョンっていう感じになってきていて、結構ついていけてないんですけど、まだ見始めたらちょっと可愛いわね。やっぱり可愛い。皆さん楽しんでいってください。それではスタート。はい、ではまず1コーデ目です。じゃじゃーん、かわいい。まずさ、このパンツね、コーデュロイのバレルレッグよ。え、コーデュロイのバレルレッグ、見てさ、感じるバレル感。うん、なんか思ったんだけど、そんなのなかったよなって思って、そう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 。今はデニムが結構バズってると思うんですけど、あれのコーデュロイバージョン、最高。めちゃめちゃ可愛いんですよ。で、これね、上のアウターがあります。同じ感じの素材の、こういうコーデュロイなんですけど、アウターも羽織るとセットアップとして着られたりするので、それもめちゃくちゃ可愛いです。で、私はこの色がちょっと気に入ってしまって、可愛いよね。すごい上品なブラウンだね。デニムの方ってここにタック入ってましたっけ？入ってないですよね。コーデュロイからここにタックが入ってるから、ここら辺のこの見え方もめちゃくちゃ綺麗になってるし、本当になんか履きやすいし、いいぞ。で、上に合わせてるのはシャツ。実は私今日本当に私服でこういうこの丈のシャツを着てきてたんです。あ、確かにピンクのそれぐらい今こう真夏の時期にもタンクトップの上にこれを着るみたいな感じで、これ結構今から使えるなって思って、いいなって思いました。思いっきり短いんですね、こんな感じで、思いっきり短いんですけど、ハイウエストなパンツと合わせるとバランスがめちゃくちゃ取りやすくて可愛いと思うんです。で、このシャツさ、ペナペナのシャツじゃないんですけど、めっちゃ暑いわけでもないから使いやすくない今から、ね、で、これここにこれボタンあってさ、これを伸ばしてきて、ここでこうやって止めるとこんな感じで七分いいみたいな感じになります。かわいいじゃん。かわいいね。かわいいよね。その色合わせもめっちゃかわいい。もう秋感バキバキに出してみた、バキバキだね。バキバキに秋感です。バッグはこれも新作っぽいですよね。ちょっと初めて見たぞって感じなんですけど、メンズですか？メンズなんだけど、もう個人的にはもうメンズとかレディースとか全然関係なく、そうだね、モテると思うし、このここがなんか分厚、ちょっと厚めなの。本当だ。だからなんか開け閉めがしやすくて使いやすいなって思った。リアルレザーなんだ。ねえ、いくらなんですか？高くないことを祈りますけれども。かわいい、かわいい。でね、私的にもう絶対に紹介したいと思っておりましたのがこちらです。よく見る。そう、もうね、めちゃめちゃ流行ってるんよ。去年から買い始めてたんですけど、痛いの、なんのね、言ってたよね。そう、ザラでも靴のね動画とか出してるんですけど、痛くて 2,3 個返品してます。可愛いのと痛くないのを両立させる、むずいって思っておりましたが、なんと両立してしまいました。めちゃめちゃ履きやすいの。すっごい柔らかくてふわふわ感。うわ、これは XL サイズ。 XL でも脱げないぐらいなんで、あ、大きめがいいのかな。じゃあちょっとね、サイズ感はいろいろ試してみた方がいいと思うんですけど、秋冬の靴も今年絶対これだと思うから、これ買った方がいい。あとメガネもちなみに、もうさ、このちょっとカラーが入った、めちゃめちゃ可愛いよね。めっちゃ合ってるね。秋が来るぞー。はい、2コーデ目いきたいと思います。じゃじゃーん、かわいい。こちらはメンズのバレルを履いております。またバレル。あ、そうですね、ちょっと入ってきた瞬間にバレルレッグって書いてある。確かに。もうバレルレッグを押していくんだなっていうのが分かるんですけども、自分的にも結構気分がこれかもしれない、メンズだとよりなんかちょっとワイドな感じになって、32のサイズを履いてるので、ものすごくウエストをギュッと絞ってる感じになるんですけど、かなり裾が溜まってきます。おそらくどんなにサイズをもうちょっと下げたとしても多少この裾のたまりって出てくると思うんですけど、あえてこのバレルをたまらせて履く、このシルエット感めっちゃ可愛くないという、めっちゃ可愛い。トップスはなので、この形をこう最大限生かすためにコンパクトにしてみました、でこれはちょっと大人が不安になる着丈なんですけど、意外とウエストが高ければいけるという。
ちなみに私は今下レベリー着てるので見えることはないのですが、うん、着ない方が可愛いとは思う、まあ、お腹がチラ見せできる方はした方が可愛い、まあまあ、でこのトップスはこの短さがまあ気になるんだけれども、うん、首の空き空いてるよ。いやこれなんかいいよね。あれじゃない、あれじゃない、なかなかさ自由に着ていないよねって言ってた形じゃない、可愛いよね。それだけ見てくれ、長いよ長いよ。最近ここ切ってくれてるの、これ可愛いです、うん、すごく華奢に見えませんか。着丈長いバージョンもあるのかな。でもこれはこれでとても使えると思うので、うん、いいと思うよ、うん、かわいいです。これにこのバッグをちょっと持ってみたんだけどさ、え、これ何これって。持ち手がなんかシュシュみたいなね。シュシュの持ち手になってるバッグさん、うん、バッグさん、かわいい。こうやって持った時のこの映える感じ、うんうんうん、ちょっと合わせがメンズっぽい。どうしてもこいつがさすごい主張してくるじゃん、うん、メンズ感を、うん、それにちょっとかわいらしさをこう合わせてあげる感じが可愛いのではないだろうかっていう感じです。ポイントにいいねこれ。そうだね、うん、めちゃめちゃかわいいです。あと靴こんな感じ、ニットの。そうそう、私さこの GU さんのもっと普通の、うん、これ毎年出てるやつですよね。これさやばいんですこれめちゃくちゃいいからすっごい大人気なんで、これはね本当に買った方がいいと思うんですけど、うん、これのちょい進化バージョンな気がするの。ごつさとかが似てるんだけど素材がニットになってるみたい。わかった、ヒールで出てたやつだ、それだ、これだよね。これの男っぽバージョンがこちらという感じな感じ。色も可愛くて、今私履いてるの黒なんですけど、うん、このブラウンも可愛いです。ブラウンあるんだ、可愛くない、可愛い可愛い、めちゃくちゃ歩きやすくて、ね、これの見た目に反する軽さなんですね。おいやのよここの部分がほぼ重さがないって感じよね。そう、うんうんうん、機動力抜群で履けて、うんうん、でさちょっとここにさ重みがあるの大事だと思うわけですよ、うんうんうん、足元にあえてこうゴツッとさせたものを出すっていうのが結構可愛いかなと思うので、うん、こういうブーツ合わせるのもいいと思う。いい、はい、ではお次行きたいと思いますパンツをそのままです、うん、上見てこれすごいデジャブだ。ガーメントダイニットプルオーバーという名前ではないだろうかと思うんですがどうですかね。名前が変わりました。なるほど、大好きなの私。そうだよね、うん、このちょっと古着っぽい感じで見てこの色パープルだった。パープル、ね、今年はパープルとかブラウンがいっぱい出てくるみたいなので、うん、皆さん要チェックでございます。こんな感じです。全部出すとメンズは全部 L サイズなんですけど、うん、こうやって着てもめっちゃ可愛いし、うん、ちょっとインして着る感じも可愛いし、うん、私絶対買いますね。そうだね、うん、何枚も買うと思いますでバッグ、これも新作ですね。新作ですよね。色がね結構絶妙です。古着感があって、うん、ちょっとなんか分かってる人感、分かってる人感、おしゃれ分かってる人感っていうのがなんか出る感じがする。でちっちゃいんだけどちゃんと存在感があるから可愛いと思う。持つと生えて可愛い、ね、で合わせてる靴がね、靴もめちゃくちゃ可愛い。じゃじゃーん、ベロア、ベロアのリボン、これです。可愛すぎるこれ。可愛いよね、うん、え、みやこ、これ可愛いと思う？めっちゃ可愛いと思う。ちょっとさ、ラブリーに見えるじゃないですか。でもね、私は結構こういうの好きで、うんうん、でもなんかこれ好きなんですかとか言われたりするんですけど、メンズっぽいやつにこういうのが好きなんですよ、うんうん、ラブリーラブリーよりもド男っぽいやつにこういうのの感じのバランスがめちゃくちゃ好きで、うん、このリボンはねめっちゃ使えると思うの。こういう靴よく買ってるよね。そうなの、知ってる、みやこは知ってるねこれもなんだけど、まあ痛いよねこういうの、うん、って思うんだけど、これはもう去年から証明されているがめっちゃ履きやすいです。これも XL なのでちょっと大きめではあるんですけど、うん、もう本当にこう突っかけてさスポッて感じで歩きやすいのよ。うわ、柔らかいし、めちゃめちゃ可愛い。ちょっとそれは絶対買うわ。可愛いよね、うん、色味もさめちゃくちゃ可愛いしね。このさ、ちょっと待って、私すごいことに気づいたんだけど、うん、これさっきのバッグとお揃いじゃない？確かに、え、一緒だ。やだやだ、キャーじゃないでもこれとこれ合わせると結構ラブリーになるから、うん、私はどっちかでいくかなとは思うんだけど、これも結構惹かれてるし、だからさ、うん、こうやってかけたらめっちゃ可愛いじゃん本当に。いや、めっちゃ可愛い。これも可愛いし、こっちも可愛いし、女の子アイテムを散らしていく感じ、うん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 、いいと思います。これとこれもさ、なんかもうすごい合うしね。いや、もうこれセットじゃんっていう色味じゃないですかこれさ、これ一応メンズだからさ、多分セットではないんだけど、てかこのセットとか聞いたことがないんだけどセット並みの良さですね。ね、すごい可愛いです。はい、では次行きたいと思います。じゃじゃーん、かっこいい。
すごくない？めっちゃいい、めっちゃいい。まずじゃあこのパンツから、うん、このパンツ見て、とても綺麗なんですけど。何これ？ M ですよ。私足めっちゃ細くなったと思う。すごい補正効果ある。それ補正効果やばいね、うん、すっごいサラッとしてます。へ、今から履ける、うん、今から履けると思う。結構ハイウエストです、うんうんうん、でこのねパンツ実は綺麗なだけじゃなくて、うん、なんとじゃじゃーん、最近流行ってますが、これをここに巻きつけるんです。スカートの下にパンツっていうのが流行ってるんですよ、本当に、うんうん。まあ、そんなにみんなまだやらないかもしれないけど、ちゃんと自由さんはトレンドを取り入れておしゃれができるということですね。さすがよ。巻きつける感じだね。ここにボタンがついてるん で、うんうんうん、でここにさちょっと金具が入ってるんで、もうこれスポッてこう履いてきちゃうと楽なんですけど、うんうん、なんでこれがいいかっていうと、うん、結構ここがお尻が見える。そうだね。そうだから、ここにスカートがあることによってこのお尻を隠してくれる、うんうん、っていう効果あるので、なるほどな、これがついてていいかもって思った、うん、やってもいいなという方はこの着方はすごい本当にトレンドだと思います。可愛、うん、いと思います。可愛 い。ちょっと腰回りが私はやっぱ気になるかなって見てて思ったから。そうだよね。ここは結構バテ出るので、うん、スカート履くことによってかなり補正される。うんうん、私はこれを単体で着るときはもうこういうのです、うん、ジャケット、これレディースの M で、このサイズ感 M、GU でかい、最高、好き、めっちゃいい。でめっちゃかっこよくないですか？めっちゃかっこいい。あのね、これがいくらか私たちはまだ分かってないんですけど、うん、絶対に安いと思うんです。さっき見ちゃった。え、見ちゃった？要求だったと思う。はい、出た、5000円切っておりますが、全然安っぽくないの、ね、本当に安っぽくないですよ、こういう、うん、チェックの。こういうタンクトップとかも何でもないやつにバサッて羽織るだけで超かっこよくなるので、うん、でこういうスラックスと合わせればちょっとお仕事感、できる女感みたいな感じにもなるんですけど、うん、デニムとかに合わせてもめちゃくちゃかっこいいし、うん、タイトスカートとか合わせても全然かわいいし、うん、もう本当にジャケットは使えるから、もうこういうの絶対モテてほしい、うん、でしかもこのチェックは無地は持ってるっていう方にもおすすめしたいよね。こういうすごいシンプルなボトムにもめちゃくちゃ映えるから。そのチェックすごいいい。いいよね。いい。でバック、うん、もう本当にちょっとこんな感じで軽く持てるので便利だと思う。めっちゃ使えそうね。こんな感じでパコバって針外せます、うんうんうん、気持ちいい。これも柔らかくて、で靴はあれを履いてます。靴が気に入っちゃったよね。そうだね。じゃーん。これは今度黒を履いてます。いや絶対使えるもん。かわいいよ。めちゃくちゃいいと思います。こういうさ、ちょっとここだけ見ると割とハンサムな感じなんだけど、足元がちょっと女っぽが入ってくる感じとかめっちゃいいと思うので、うん、いただきます。かわいい。はい、次行きたいと思います。じゃじゃーん。うわー、セットアップ。京子が好きそう。大好きだこれ。嫌いな人いますかね。これはこういうテロってした、うん、ちょっと薄手のスウェットです、うん、今から履けます、うんうんうん、そうだね。このラインが主張激しめのやつ、うん、すごいポイントになって足まっすぐ長く見せてくれると思う。で上はちょっと短めのハーフジップ。おー、かっこいい。めちゃかっこよ。フードあります、うん、おー、いいね、いいね。かわいい。めっちゃ使えそう。MM で着てるので、うん、もう一個サイズ上げるかもしれないですけど、うん、すっごい使いやすそう。何も考えずにこれ今いろいろコーデを組みながらね、うん、やってるんですけど、一瞬で終わった。うん、そうね。シポッと。めっちゃ早かった。そう。毎朝さ、考えるときに、うーんってのときに、あれだっていうやつだと思う。そうね。で、合わせてるのは白小物。バッグが、へぇ、かわいい。こういうやつ。ポイントになるよね。なるなる。こういう系のサンダルとかさ、めっちゃ流行ってるじゃん。黒、黒い。そうだね、そうだね。で、靴もさ、あれ？これさ。そうだ、これ。これを私は知ってるの。そう。ソールが黒。うん。っていうのを毎年見てて。じゃじゃーん。真っ白い。すごい。え、かわいいの。こうなっておりますね。欲しかった、こういうの。ね、わかるわかる、うん。え、これとこれはまた別なんだね。こっちチャックあるけど、こっちないですね。へー。これはちょっと要チェックじゃないですか。そうだね。いい。はい、お次行きたいと思います。じゃじゃーん。かわいい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 。と、まず上。うん。メンズのこういう柄の。いやー、めっちゃおしゃれ。かわいい。こういうのもありまして、ちょっと色が緑っぽいのね、うんうん、シルエットさ、優勝してない？ね、絶対に誰でも着れるやつ絶対に誰でも可愛くなる。 V がさ、結構大きいんで、うん、今1個ボタン開けてるんですけど、うん、ちなみにこれね、カーディガンなんでね、うん、ボタンを閉めて着てもかなりネックが深く開く感じになって、うんうん、ちょっと開けて中のインナー見せてあげる感じも可愛いし、うん、めちゃくちゃ良くなる。可愛い。すごい。
ごいあったかいしめちゃめちゃ暑いすごい変わるんですよ。スカート、うん、デニムのスカートなんですけど M サイズでこの丈感素晴らしい。結構腰は落としてます。あ、そうなんだ。でもそれぐらい大きく作ってあるんで多分腰履きしてほしいサイズなんじゃないかなって思うんですけど、うん、可愛いです。でね、これなんとすごいことがあります。うわ、キモーありがとう。いや、これめっちゃ気持ちいいんですよ。おー気持ちいいって感じ。最高。なので秋冬、うん、いいんじゃないかなって思います。めっちゃいい。可愛いです。あったかい、安心感やばい、うん、そしてそしてバッグ、キラキラのでっかい感じのくたっと持つ感じ、うん、かわいいよね。かわいい、合わせやすそうね。いいよね、うん、でこのバッグにこちら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 、バレーシューズですね、うん、これもめちゃめちゃ柔らかくて歩きやすいです。靴ちょっとかわいすぎない？靴もかわいいね。どうしましょう。バッグもかわいいな、ね、あと私的にメンズのいいとも本当にもう紹介したやつがいっぱいあってちょっとすごい困っております。では次、はい、ではお次行きたいと思います。ラストです。かわいいの間違いない。メンズのセットアップです。これもワンツーコーデっていうかボンボンって着て完了するんですけど、うん、片っぽずつでもめちゃくちゃ使えます、うんうん、パンツもめちゃくちゃ綺麗なの。本当はね、うん、でスポッて履く感じ、うん、ゴムも結構効いてるので割とさ細身、そんななんかダボって感じには見えないね、うん、これも可愛いし、上のシャツ、いやゆるゆるみたいな感じで着られるのですごい。素材はあちょっと質感が秋って感じ。そうだね。でも結構早い時期から着れるやつだと思う、うん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 、でバッグ、これ私結構一押しです、ね、これマジ可愛い。クタッと感があるリュックなんですけど、うん、うわー最高。可愛いのよ。めちゃくちゃ使えそうね。やっぱクタッとしてるのがね重要、うん、なのでこのバッグ推しです、うん、ちなみに黒もありましてね、うん、こっちも可愛いです。ちょっと迷うねこれ色。そうだね、この色ね使いやすいと思うんだよね。いやー可愛いじゃない。はい、はい、それでは皆様たくさん見ていただきましたか。いかがですか。可愛すぎ。いやちょっと本当に足りないな時間が。本当にあれもこれもそれもそれもいっぱいとか毎回同じこと言ってるんですけどてかなんなら私アウター服一着も着ておりませんですね。で冬になったら自分で買ってご紹介したいと思いますので、うん、楽しみにしていてください。この動画がいいなと思ってくださった方高評価チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。Stop this wildfire from burning, or stop these bees from buzzing. I can't keep these birds from chirping.